よろしくお願いします。じゃあ連続算数、自然数、文字で x プラス1 x プラス2 x プラス3真ん中 x ってした方が結構その都合が良い。じゃんけん真ん中 x ってしたらでかいのは x プラス1ちっちゃいのは x プラス1で、3つできたから、あとは問題文に沿って式作ってみよう。最小の数と最大の数の積は、はい、ここまで。わ、わが来たから、イコールのとこまで書いてあげると。はい、最小の数ってどれ？x-1。OK。x-1 積って何？積。掛け算。じゃあ最大の数ってどれ？x プラス1で、わっつってからわーで終わったよ。わ、3つの数のわ。わって何？かけ算。間違えました。じゃあ3つの数って。なんだね。じゃあこれで、変換でいこうか。x マイナス1足す、x 足す、x 足す1。これの3倍なんだって。これの3倍。だから括弧つけてる感じですか。で、最後、より1小さい。低1。はい、計算。2乗イコールにするのはこっちが数字の時に今回 x 入ってるからできない、うんね、この考え方が入ってるのは OK だけど今回はそれ使えないパターン押したらあれはさっきカッコとカッコの形にするのを何て言うの漢字4文字因数分解はまず何できるかを考える。カッコにする前まず何ができるかを調べてそれができなかったらカッコでくるかっていうのを考える。何掛け算できるかそんな数で複連か9と0。今回の答えどっち？両方。3つの数。自然数。自然数だから9。そうだな。0は自然じゃない。目じゃねえなんだから。持ち物。これはペンが1本。2本、3本とか言うでしょ。俺ペン持ってないんだって言うじゃん。持ってなかったら俺ペン0本持ってるって言わないよって言ったらってことで、まあ自然じゃないんだけど自然じゃないからまだごめん、答えじゃなくて、だから今回3つの数求めてっつってから x が9だから戻してあげたら9入れたらどうなる。9入れたら小が8で9が9で、うん、大が10、この3つが